カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ岐阜県の下呂市やってきております。下呂温泉の、温泉街の中心ですね。ここチャップリンがいますけど、なぜチャップリンなんでしょうか。分かる方はコメント欄に。早速行きましょうかね。ちなみにスタッフの徳原くんのアイコンはあそこの下で撮ったらしいです。行きましょう。ゲロのね、街並みを今坂下ってきたんですけど、これが噂のカエルシーンでございます。これ見てください。これ何かの形には見えるけどそうではないっていう、もう絶妙なラインですけど、まあゲロなんでゲロゲロっていうことでカエルなんでね、ちょっとやりたいよね。ゲロ温泉結構有名なんで、この一帯が間欠泉が多分いっぱいあるんですよ。その中の一つで、ここのなんかこう、あ結構熱いね。これこれがね、実際に湧いているお湯なんですけど、白鷺が見つけて以来1000年って書いてあるから、白鷺がこうたむろってたんですかね。でそれで人間がこうガーッて多分ゲロ温泉作ったんじゃないですかね。これゲロ温泉のね、一帯の真ん中をね、こう走ってる川なんですけど、このね、両サイドにね、旅館が結構広がってるんですけど、なんか、あそこの川の横に足湯できるとこがあるね。ちょっと行きます？こっちから行くのか。まあ、全身入りたいよこれこのまま行っちゃうもん。このままこれ、はい、ということで下呂温泉のある下呂市さんです。できました。こっからですね、駅から降りてめちゃくちゃ近いんだね。これ車でしか来たことないから分かんなかったけど、めちゃくちゃなんかお店もいっぱいあったし、そういう人なんかいろいろ温泉以外でも楽しめると思うし、ありがとうございました。